皆さんこんばんは、パリノスケです。今日は、私のリクエストにあった私の使ってるキッチングッズのご紹介をしたいと思います。よかったら最後までご視聴ください。でですね、調理器具どんなん使ってますかっていう質問があったんで、使ってるものを紹介していきます。まず、お弁当動画とかに出てる卵焼き器ですね。これ Amazon で買ったパール金属の卵焼き器で、卵1個で焼けるっていうやつなんですけど、まあ私は2個とか4個とかで焼いています。あんまり1個ではそんなに綺麗に焼けない気がします。はい。で、次が離乳食用の、声遠かったらごめんなさい、一応声張って喋ってるんですけど遠かったらごめんなさい。これもパール金属で Amazon でこれも買いました。これ離乳食用の、お鍋にしています。これね、サイズ感がすごい良くてすごい使いやすいです。はい、どちらも、1000円以下で買いました。で、これがどこで買ったか覚えてないんですよ。28センチのフライパン、フスト加工のやつで、どこやったかな、これこういうフッ素加工のになってるフライパンなんですけど、これはね、チャーハンとか焼きそばとか大量に作りたい時に使ってるんですけど、全然これ注意書きでしょ、どこで買ったかなって感じ。次がこれ、これはねインスタグラムに載っけました、ホットサンドメーカーですね。これめっちゃ便利で、何回も言っちゃうんですけど、パン入れて具挟んでプレスして火にかけてホットサンドするんですけど、ほんまめっちゃ簡単でめっちゃ手抜きやのにちゃんと作った感が出るんですよね。だからなのでおすすめです。で、次が、フライパンです。アイリスオーヤマのダイヤモンドコートパンを、今愛用中なんですけども、もうこれ 4,5 年ぐらい経っててめっちゃ焦げつくようになってきたんで、まあもう買い替えなんですけど、今まではこれを使っていました。このお弁当動画ですね、もうこれ使ってます。で、今もご飯、おかず入っちゃってるんですけど、フライパン26センチかなのフライパンと、お鍋と、でこれですね、20センチか22センチぐらいのフライパンです。セットで、8000円ちょっとでした。いっぱい入ってお得っぽかったんでなんか買いました。あと、前の家がすごいちょっとモダンチックなインテリアにしてて、結構黒とかワインレッドとかを基調にしたインテリアにしてたんで、フライパンも合わせてワインレッドにしてました。で、それの残り名残っていうんですかね、でコップとかもワインレッドのものがあるっていう感じです。で、これに合わせてこのイオンで買った、もうボロッボロなんですけど、これも何年前かな、5年前ぐらいに買ったもので、これもともとはワインレッドだったんですよ。ちょっと色もめっちゃ薄いんですけど、もともとこういう濃いワインレッドで揃えて買いました。会社は違うんですけどね、こっちアイリス大山で、こっちがイオンで買った、どこのかも分かんないんですけど、なんか買って5年ぐらいもすごい使い古してます。朝昼晩めっちゃお世話になってます。これ前の家インテリア、ブラックとワインレッドを、なんていうんですかね、メインにして使ってたんで、ま、前の部屋のインテリアの写真があったらインスタグラムに載っけておきます。あ、こんな前こんな部屋やったんやみたいな感じで見てください。で、他の洗面所とかを、モノトーンインテリアにしていました。で、まあ、今でもね、別にモノトーンだけっていうわけじゃないんですけど、はい、
何言ってるか分からなくなってきた。はい、次は包丁です。包丁は貝印ですね。ここに貝印見えますか。貝印の、ステンレス包丁を使ってます。でもこれね、あのこないだちょっと欠けちゃって、欠けてたんですけど、さらに欠けちゃったんで、もう新しい包丁を買おうと思っています。次買う包丁はツインっていうやつか、グローバル包丁を買おうか、どっちにしようかなって悩んでるところです。包丁は今これ1本しか使ってません。次、私がすごいよく使うゴムベラですね。あの卵焼き使うと、作る時とか、なんか炒める時とか、なんか混ぜる時とか、とにかくゴムベラを、結構ね、前から動画で言ってるんですけど、結構ゴムベラを使います。本当にやりやすいんでおすすめです。で、これがハケですね。ハケはそんなにね出番ないんですけど、これ両方ともIKEA で買いました。これ可愛いんでね、おすすめです。ゴムベラは2本持ってます。よく使うんで、はい。これは私のお気に入りで出てきたニャンコのトングです。で、次が菜箸ですね。菜箸も無印とニトリの両方を持ってて、こっちは確かニトリのです。無印のシリコン菜箸もいいんですけど、ちょっと重いんですよね。しかも値段も800円ぐらいで、でニトリのは軽いしシリコンやし500円前後なんですよ。なので次からは私はこの軽いのがとにかくね、腕疲れてくるんで軽いのがいいんで、次からはニトリで買おうかなと思ってます。今もまだあるんですかね、わかんないんですけど。でね、なんでこんな早口かって、動画を10分以内に収めないとアップロードできないからです。ご了承ください。はい、次はこちらフライパンです。これはステーキとか、ちょっとした時に焼肉とか、そんなんじゃなくって、お肉1枚だけ、ステーキ肉1枚だけ焼くとかいう時に使います。これはですね、IKEA で買いました。はい、IKEA で買いました。これね、バーベキューの時にカセットコンロ持ってって、この鉄板を持って行ってた時期もあるんですけど、焼肉する時はまた違う鉄板なんで、今はあんまり出番少ないです、こちらで。最近よく使ってるのがこちらです。これはね、ほんまに使いやすいです。ちょっと家のガスコンロのごとく、こう火出るこのここですね、ガチってはまるとこごとくには合わないんですけど、カセットコンロのごとくにはぴったしで、何がいいかって、まあ並々はもちろんね、のことね、斜めになってて、こっから余分な油が出てくるんですよ。こうやって耐熱皿で受けとかなくちゃいけないんですけど、余分な油がカットできるんで、サムギョプサルとかめっちゃ向いてて、すごいおすすめです。ほんでそんな重くないんで、これをカセットコンロと一緒に持って行って外で焼肉とかやっちゃったりします。おすすめです。これはね、アマゾンで買いました。次こちら、これはですね、たこ焼き器なんですけど、私が見た中で、割と上位に入るぐらいたこ焼きの数が一度に多く焼けます。ホットプレートとかはねまた別ですけど、25個焼けます。でこれほんまは買うつもりなかったんですよ。寝てる間に寝ぼけて買ってたみたいで、いつやったかな、ほんまそれも数年前なんですけど、起きたら注文受けたまわりましたみたいなメール入ってて、え、何買ったん私と思って見たら、なんかたこ焼きのこれ買ってて、なんかまあいいかみたいな、どうせたこ焼きするしと思ってそのままにしときました。これね、アマゾンがどっかで注文勝手にしちゃってました。でもまあね、たこ、その数日後とかにタコパした気がします。ちょうどよかった。